とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はパワーシェイカーを使っていくんですけども、レイピアではなく機械化ソーブレードで使っていきたいと思います。エンチャントは、まあ、1ですけども虚無で、スタン重力輝きですね。これでいってみましょう。それではゲイル聖域行きますね。報酬がアーティファクトとなってます。カバンが出る可能性があるね。で、レイリー3なので間違いない。出てきてくれればいいけどね。どうでしょう。で、今回の変更点は、ちょっと待って、なんだ、スケルトンに置き換わって、リサイクル、リサイクルか。で、マルチショット。うん、いいんじゃないですか。リサイクルがあるので、この矢の弾数問題は、なんとかなりそうです。まあ、普通につけるにはね、結構微妙なエンチャントだけども、変更点でついてくれる分には、いいかもしれないね。うん、いつもね、結構矢が不足しがちだって。で、あっ、船結構強えな。よかったよかった。で全然使っていける、いいじゃん。パワーシェイカーはレイピアがやっぱ不満かなと思うんだけども、いや全然これでもいける、いけますね。攻撃速度、レイピアそう変わりないでしょ。まあ、問題はあれか。範囲だな。攻撃範囲が、若干、レイピアよりも、短い。範囲が若干短いんだね。OK。まあ、それにちょっと慣れないといけません。ポーションバリア使えないので、まあ、そこもちょっと注意していきましょう。ちょっとイリュージョンなんとこだ。ちょっと待って、あんま倒したくないあんま関わりたくないけど、いる分にはもう倒さないといかんからね。ほら、うっ、ちょっと待って、お前それひどいよ。こっち透明になってたのに。よし、今とりあえずいけそうなんで、これでいきまーす。よし、中間地点は過ぎましたね。いける、特に問題なくいけると思います。でもやっぱりパワーシェイカーはレイピアで使った方がいいレイピアの方が無難な気がします。やっぱりね、攻撃範囲が違うんだよね。攻撃範囲が若干違うので、これがちょっと使いにくいというか、パワー、レイピア系の方が強い。パワーシェイカーにはそっちの方が向いてますね。まあ、こっちでも全然いいのよ。全然使えるには使えるんだけども、どっちが強いかっていうとレイピアの方が強いっぽいね。 OK、 えぐいぞ。オッケー。あいつ、キャプテンを探していきましょうか。いるかもしれないんでね。もともとあんまりキャプテンはいる場所ではないんだけど、すごいよ。でも集団戦は任せろ。いる、集団戦には強いから、パワーシェイカー。オッケー。ちょっと、もう、ああ、うっとうしい。もう、マルチショット、なんだこれ。やべえやべえ、なんてことないエンチャントかなと思ったら、そうでもないぞこれ結構嫌なやつだよ。なんだ、モブ速度 80%。 速度ならまあ問題いやないけど、遠距離系がさ、マルチショットついて
うわーわーわー、ちょっと待って、逃げるんだったらちょっとやりにくいぞ。もうこいつ結構やめろ、焦げまでついてるし。行きましょう。うわー結構痛い。ちょっと待って、丸ちょっと意外と痛いぞ。うん、あの集団で出てきたら、おいった。あーなるほどね、集団で出て近距離とかでゴリッと食らうとやばいダメージ出るね。まあそりゃそうか、自分もあれだよね。ああそこひどいって。よし、ハープクロスボウ使って、おーい、マジかよ、めちゃくちゃやりにくい。よし、冷気か、もう落とすな、落とすなって。よし OK、 行きましょう。ちょっと上まで駆け抜ける。あー瞬速抜けだ、やべ。 OK、 集団戦は任せろ。そうかそうか、移動速度が敵の上がってるんで追いつかれたんだ。そうかそうかそうか、なるほどね。嫌なやつら本当に。でもいける、うん、敵の攻撃力とかね HP が増えなかった分良かったでしょう。 OK、 その、ね、遠距離とマルチショットの敵とは速度アップは相性悪いけどいけるよ。 OK、 やっぱ集団で、ね、来た時は全然強い。行くぞ、宝箱いらん、もう矢はいっぱいあるんでいりません。でここ抜けてボスですね。これボスの手前の強制戦闘がなくなったんで良くなったよね。うん、クリアしやすくなった。しゃ、まあ問題はねここ出てきてくれるかどうかよ、あれがカバンが。できれば256のカバンが欲しい。あれまだ1個持ってないんだよね256は。なんでちょっと狙いたい。おお、ちょっとまだ来るんかい。あれ普通に倒せるな、普通に倒していける。ちょっと嫌なやつがいる。ちょっと待って待って、あ、お前もマルチショットか、なるほどね。クモもマルチショットつけてるわけね。 OK、 激怒でちょっとやり合って、やり合わないか、やり合うでしょ。あ、これ下のやつに狙ってる。ちょ、ここ無理じゃないそこは無理だって。よっしゃ、いけた。よし、じゃあ行きましょう。ボスまで駆け抜けたい。でもなんか雑魚敵結構多いからいけないな、駆け抜けるわけには。ちょっと待って、ロイヤルガードの移動速度アップはきついぞ。あ、デスバーターも発動できてない。デスバーター発動させたかったな。いきましょう。 OK、 おお速い、ゴーレムめちゃくちゃ速い、気持ち悪いぐらい速い。よし OK、 これどうだろうね、3ターンぐらいで倒せればいいけども、これね多分これじゃ無理だな。3ターンぐらいで倒せれば一番ですけども、ちょっと倒すのに時間がかかりそうかも。行くぞ。あー、やっぱりか、これはちょっとかかるわ。よし、 OK、
あとはまあ問題ないですね。ただただ時間がかかるっていうだけ。危ない。あ、でももう食らったとしてもそう大したことない。うん、全然大丈夫だわ。うわぁ、本物がちょっとね一気に減らしたいけど。うわぁ、どうだろう、あと2ターンでいけるかな。いければ嬉しいけど、おぉ、めちゃくちゃ減る。むちゃくちゃ減るじゃん。待てよ。あ、いや、でもね、これウィザーが最高。超回復する。しゃ、いいね。あと、よし。頑張れ。これ長いのがね、いや、なんだ。昔のね、無敵時間がないこいつに戻ってほしい。昔これね、無敵しかなかったんだよな。よかった。よし、じゃあどうだろう、いけるか。次のターンでなんとか倒したい。いけるかな。そうしないとまたこの戦いをね、もう一回続けなきゃいけないんで、これが厳しい。パワーシェイカーのダメージでちょっと最後の一押しね、グッと減ればいける。いくぞ。どうだ。あー、無理かー。ミリ残った。うわー、もう残らないでくれ。これぐらいはこれはぬりぐでしょうよ。よし、まあでもね、これでおしまいです。よし、終わりだ。はい、倒しました。ではね、報酬を見てみましょう。カバンの256だったらマジで嬉しいです。どうだ。あー、違う。はい、ということで戻ってきました。報酬はダメでしたね。でもまあ機械化装ブレードのパワーシェイカーのビルドはまあ使えます。ぼちぼち使える。うん、でもパワーシェイカー使うのであればレイピア系が無難ですね。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。